はい、皆様こんばんは。三浦みゆきコンサーティーナの時間になりました。まさしくね、まさしく梅雨空ですよ。なんかね、霧なんだか、まあこう霧雨っていうのかな、雨なのか、ギリギリのところですね。でもね、ポタポタっとちょっとね落ちる時間もあったりしますので、あ、傘はささないといけないなとちょっとまあ思ったりはするんですけれどもね。皆様のところはいかがでございましょうか。南の方っていうのかな、西の方ですね、なんか大雨が降ってるみたいなニュースを聞いたりいたしますけれども、まあこれまたね災害になるんですよね。まあ、いろんな地震も含めてね、いろんなその天変地異っていうのかなを見るっていうか、聞いたり体感したりする時にいちいちね思いますね。本当に桁違いですよ。たかが雷ぐらいででもですね、かなりビビってますから、ね、私はね。昔はね、そんなことなかったんです。結構達観して雷をこう、まあ、楽しんだとは言わないけども、こう見ていたことがあったんですけど、いやいやいや、この頃のね、雷はね、もう恐ろしいです。もうビリビリ言いながらビクビクしてますけれどもね。昔っていうかな、お友達にね、演出家の方がいらっしゃって、女性なんですけれどもね、雨が好きなんですよ彼女。それで彼女が書くものっていうかな、その演出するものにもいつもね雨の香りがしててね、彼女から雨の香りっていう言葉をね聞いて、雨の香りって好きだなと思って、あ、なんかそう言われてみると雨には香りがあるなと思うんですけどもね。傘が好きなんですって、やっぱりね。まあ、蛇の目って言いますよね、日本の昔の言葉ではね。まあ、いろんな素材のものがありますけれども、まあ、カラフルな色のものもあればね、ビニールの傘でもこの頃縁取りにこう綺麗な色がついてたりして素敵なものもありますしね。まあ、子供の頃と思えばですね、雨も降っていないのに長靴で外に出かけたことがある思い出を持ってますので、長靴にもね楽しみっていうか美学がありますよね。まあ、いたずらなんですねあれはね、水の中に入れますのでね。そういうなんかこう雨からもらったちょっとした喜びをね感じられるようなゆとりがね、まあ日々欲しいなと思っております。はい、今日も30分間お楽しみに。はい、改めまして三浦みゆきです。ですね、まあこの蒸し暑い中ですね、髪の毛を切ったんですよ実は。それでまあ切ったというほど切ってないから、まあそんなにねロングヘアがショートカットになったってわけではないんですけれども、まあ以前の状態に戻ったかなっていう感じもあるんですけれどもね。まあずっと自粛期間中にありましたので、まあそのフリゾアっていうのかな、俗に言うその美容院ですねにあまり行かなかったっていうのはあったんですけれども、別に行っても大丈夫だったんですよね考えたらね。あれは生活必需品ということで別に空いてたんですけれども、まあ、気分的にそうじゃなかったっていうのもあったし、かんざしが結構好きだったので、それを指す喜びをねずっと感じていたんですけれども、でもなんかこう新しくねこうまあもういい加減指導しようとねふうに思った、いろんなことを考えている最中にですね、ふとね、よし元の状態に戻ろうと思って、コンサートの時の写真をねしっかり持って、いつももう何十年も行ってるところなんですけどもね、そこに行って元に戻しますっていう感じで、ガンガンパーマをかけてですね元の状態に戻ったんですね。でもね、多分このワロップの三浦みゆきコンサーティーナの時間の看板っていうのかな、あのショートカットとはちょっと違うタイプですね。もうちょっと長いんですけれども、まあボンバーヘアですねでもねこれがね、まあ梅雨時には応えるんですね。結構暑いんですよ、中にね空気を払うんですね。まあスズメの巣とは言わないけれども、まあ、この、ね、鳥の巣みたいな状態です。つまりそれでね、多分レゲエっていうのかな、こうあの方がよく使うほら髪の毛があるじゃないですか。あれも同じでね、こう溶かすと大体パーマはこう取れてしまうんですよね。だからこうなるべく溶かさないように、でもシャンプーはするもちろんガーッとガーッとちゃんと地肌まできれいに洗ってするんだけども、その後が問題なんですね。まあ、ドライヤーはダメです。ドライヤーかけちゃうとボワッとなっちゃうので、そのクリクリパーマのまんまを維持するのには、まあ、とにかく触ってはいけない、まあ、タオルでねタオルドライぐらいですね。
それで翌朝になるとクリクリとなってるっていう状態なんですけれども、やっぱりこの雨がね、雨でもなんか普通にセットしても雨の時はうまくいかないじゃないですか。あれと同じ状態がもっとこう悪い状態になっているというね、我ながらどうしようもないなっていうふうにちょっと思ったりもしているんですけれども、でもね、まあ商売道具の一つです髪の毛を切ってみるのもね、一つの気分転換になったかなとは思ってますね。はい、では今日の1曲目を聴いていただきましょう。まあそこそこ大好きな曲ですね。ファンタジーからブルーインフィニティ。はい、ファンタジーからブルーインフィニティでした。青の無限ですね。無限大の無限ですね。ですね、私はですね、これいつまででも弾いてやられるというそういう意味ですね。この曲自身と自分でコラボレーションしたいですよ、本当はね。これでもちょっと短いんですね。実はこの2倍ほどに音を作って、その上に私が自分で本当はアドリブを乗っけてみたいというね、そういうのもありかなとちょっと思いましたね、この曲に関してはね。ずっと単調な一つのサークルですよ、ぐるぐる回ってる感じですね。こうマンダラを回すじゃないけども、こうくるくる回るっていうのは一種の宗教的なその行為っていうかなに至ることが多いように、その文化的にはありますよね。よくくるくる回るっていうのにはそういう意味があるダンスとかありますけれども、
なんか回ってる、遠心力を使ってるっていうのかな、なんとなくね、こう別なその時空に行くような感じっていうのかな、そんな感じを思ったりすることがあるんですね。それも含めてインフィニティという名前をね、題名につけてみたんですけれども、そう、まあ書いた時よりも今の方がそれをしっかり感じるものがありますね。それでめったに考えなかったんだけども、この頃ちらっとね、このインフィニティを聞くたびに思うんですね。この曲に自分でコラボレーションしてみたいっていうね、いつかやってみましょうかね。エコダマーキーはいろんなことができるところですので、これを CD をかけてもらって、そのそれに自分が何か載せればいいというね。私ね、結構アドリブ野郎なんですよ実は。そこのところが、クラシカルじゃないっていうか、もうちょっと野蛮なね、こう土着な感じがするっていうイメージの方に自分の音楽の人生をこう曲げてった一つの理由があるんだけどもね、こう書かれているものでないものに、ね、魅力を感じるところが大きいんですね。やっぱりそのなんて言うんだろう、こうその日に感じたこととかね、その時にあるものっていうのに対してね、やっぱりこう最大のね、こう魅力をやっぱり感じているんですよ。だからもしかしたらば、それを書き留めてまたそれを再現しようという気は逆にないのかもしれない。明日違う風に弾くかもしれないっていうね、それが当たり前っていうね、そういう音楽生活にいつしかなったんですね。まあ CD の場合は画面を自分で書いてますので、その通りの曲を弾きますけれども、でもそれでもなおかつこういう風にね、まあ、今の音に変形させたくて仕方がないっていうね、なんともね、これが多分私の行き着くね、喜びの果ての極地だと思ってますよ。未だにそこに達したいなと願っていますね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、後半になりました。先ほど髪の毛をカットしたというお話をいたしましたけれども、それに伴いましてですね、あるものをたくさん買ったんですよ。それは結構お安く買えるものなんですけどね、今までは使わなくてカチューシャです。髪の毛を留める、バンドですよね。そうですね、ちょっとお邪魔だったということもあって、日常的に必要かなと思って、すでに持ってたものを1本2本と使ってみたら結構快適だったんですね。やっぱり顔周りにゴサゴサあるのはめんどくさいので、それをどうかしたいって、そういうそうだカチューシャだと思ったんですけれども、使ってみたらね、これは結構素敵で、これならまあいいかなと思いまして、普段用から、細いの太いの、それからギザギザになっていて、こうね、うまく引っかかるものもあればですね、そのうちにですね、ライブの時にね、なんか使えるかもしれないって思いながらね、この上なく目立つものまでね、至るまでね、いろいろとね、購入いたしまして、箱に入れて楽しんでいるんですけれども、でもね、私、今まで、ね、結構買ったんですよ、安いものね。だけど、カチューシャほどね、なくなるものはないんですね。と思うとね、あれはどこにしまったかなっていうのがね、どこやっちゃったかなっていうのがね、結構たくさんあるんですね。頭をですね、ピンで留めたり、ゴムで縛ったり、あるいはその、かんざしを刺してまとめたりしないというね、生活を送ることで、少し自分が変わる感じっていうのはありました。何なんだろう。頭が少しね、膨張した感じっていうの、締めないからだろうっていう、そんなね、簡単なことなんですけども、精神的にですね、こういい感じですよ。確かにカチューシャがないとやっていけないんだけども、なんか少し自分をこう変えたいなって思う時に、思っているだけでは私の場合はうまくいかなくて、やっぱりこうなんてですね、強制的に変えてから変わる自分を見ていくっていうね、そういう感じでしょうかね。なかなかね、行動しないですからね、人間っていうのはね。髪の毛を切るなんていうのは簡単なことですよ。爪をね、派手な色に塗ってみるとかね、女性の場合、男性もこの頃はありでしょう。ありだと思いますよね、マニキュアですね。それから服を変えてみるとかね、靴を変えてみるとかね、
なんかそのね、部品を変えるとね、少し変わるかもしれないかなと、ちょっと浅はかな考えを持ちました。カチューシャもその一つの例としては、私にとってはいいあの、そのアイテムだったように思いますよ。はい、では今日の2曲目を聴いていただきましょう。大好きなアルマンダインからレッドアンタレス。アルマンダインからレッドアンタレスでした。これはそうですね、私的にはあの結構あの 北欧っていうのかな、まああのスオミの国ですねそういうイメージがね、あのあって書いた曲ではありますね。
多分ね、エコダマーキーで弾くかもしれません。今回もまた弾いてみたいなと思っているので、まあもしかしたら一番私がライブでたくさん弾いた曲の中の一つだと思いますよ。もちろん私の単独ソロで弾くわけですけどね、全然問題ないですね。最後のそのソロの下りのところが、まあ、その日の私 の、 皆様へのメッセージという、そういう感じでいつも演奏していますけどもね。このね、湿り気が多い毎日がこう来てるじゃないですか。まあ私もね、注意深く窓を開けたりね、こうできるだけこう外の空気をとか、ね、湿度をね、部屋の中に取り込むようにして、楽器とこの湿度との馴染みをね待っているんですけどね、案の定ですよ。もうねケロッと元気になっちゃってね。木のものってのは本当にどうしようもないですね。まあ今平均的にで55、6から70の間をね、湿度がうろうろしてるんだけれども、もうね、今までなんか一つある一つの音なんだけど、それを出すとこう必ずフィーンとね、変な音が一緒に共に出てしまうような状態から、一気にねそれがね快調な状態になった上、なおかつね音の鳴りがすごい良くって、本当にね、まあ木のものっていうのかな、楽器っていうのは生き物なんだなってつくづく感じます。とにかくその快調な、その私の最愛のグリーンベルとかね、そのいい音を出してくれるので、そうなると余計にですね、まあレッドアンタレスを弾きたいというね、そういう方向に向かうんですね。今からあと 7,8 ヶ月は調子いいままですね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、今日もご視聴ありがとうございました。先日ですね、LINE をやってる友達からね、すごく素敵な画像を送っていただいたんですよ。ニュースでも言ってました。結構たくさん 見た方がいらっしゃるんだなと思ったんですけど、夕方に綺麗な虹が出てたんですってね。私全然それに気がつかなかったんですけれども、結構その前の日に一日疲れてがっくりしてたんですけれども、その虹の画像をね送っていただいて、すごく救われたんですよね。素敵でしたね。なんかね、ところによっては変わった虹があって、こう虹がダブルに出てるっていうのかな、まあ、なかなか珍しい気象現象だったらしいんですけれども、まあその雨がね、雨や霧が、まあ、これだけこう濃かったり変動すると、ふっとその雲がどいた時にね光が入ると、まあ、虹ができるそのタイミングっていうのが多くなる時期ではあるのかもしれませんけれども、なんていうのかな、まあレインボーですよね。虹が7色なのは日本だけなんですよ。実は紺の色が藍色が入ってるんですね。それが証拠にですね、ディズニーをはじめとしてヨーロッパもなんだけど、虹は6色なんですよ。全部言うかどうか難しい思い出すとね、あれと思うんだけどもね、そうなんです。ディズニーの漫画を見てるとね、アニメーションを見てるとね、虹は6色なんですね。歌もあるんです、そういうふうにね。だからこの日本人のこの色の色彩感覚っていうのかな、あれがそのやっぱりこう豊かなんですよ。赤と紫の間に群青色っていうのかな、濃い青赤紫なんだけども、もう一つ色があるんですね。それが見えるような気はするんだけどもね、そうなんですよね、日本人なんですね。でもすぐ消えてしまうね、儚い美しいあれ、そういう天空のショーですからね、やっぱり貴重な一瞬をカメラでパチッと撮っていただいて、それをこうね画像の上だけだとしても見ることができたのがすごく嬉しいなと思いながら見ましたよ、それをね。私も生で見てみたいなとこの頃思うようになりました。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたします。